とぶり。今回は対抗力士伝4実況していきたいと思います。なんで4なんだと思うかもだけど。もうじき5が HD で再販されるようだからさ。でも、なんで4なんだというのは？多分だけど4はプレイしたことあって5はしたことがないと思われるんだよね。記憶が曖昧だから正直わからないけど。なので予行練習というか気分を高めるためにまずは4かなと思ってね。それに初見が一番楽しいしね。新しいバージョンでのを初見でプレイしたいからというのが理由なんだよな。そういうことだね。4は初見じゃないけど、プレイした記憶がないくらいなので。間違いなくわけわからないことをするはず。生温かい目で見てもらえると助かるよ。それと、PS2 版でのプレイなので少し画質が悪いかも。上げるために色々調べているんだけど、まだ改善に至ってないのでそこあたりもご了承ください。じゃあ、さっさと始めていくか。そうだね、懐かしさしかないからね。じゃあ、初めからを選択。シナリオ一つだけ。シナリオ1と書かれてるからクリアすると解放されるのかな。ってことは、最初は終わりの風雲寺しか選べないのか。そのようだね。あとはこのカードアルバムは。こんなのあったっけ？いろんなカードがあるってこと。主人公のカードと思われるのが650枚もあるようだね。収集はするつもりないけどすごい数だな。そこあたりはおいおい確認するとして。選択できるシナリオが一つしかないから選ぶしかないね。1560年スタートの終わりの風雲寺でプレイ開始。もう吉毛は討ち取られたのか。桶狭間の戦いの後からの始まりということのようだね。一番面白い時代かもな。よろしい。秀吉しか選べないの。どうやらそのようだね。対抗力士伝だけあって最初はあって感じかな。まずは対抗力士伝をしろという感じなんだろうね。シナリオも一つ、選べる武将も一人、これは仕組まれてるな。このルートしかないんだから進むしかないね。で、秀吉じゃなくまだ木下藤吉郎くんはそこそこの能力。治療後感が多いのか少ないのかだね。能力も問題なし。特性というか技能というのか、そこあたりはレベル上げれたはずだから問題なかったはず。各数値も伸びた気がするな。正直、この能力なら何も心配ない気もするけどね。きちんと列伝あるのな。そこあたりは定番という感じだね。じゃあ、始めていくぞ。どうやらボーナスで能力を上げられるようだよ。ボーナスが21ももらえるのか。藤吉郎で21は多すぎな気もするけどね。内政、外交、魅力は十分な気がするな。そうだね、戦うことを考えると統率と武力を上げておきたいところだね。じゃあ、統率を92。残りは武力2。後から思うと、武力は捨てた方が良かったかなとか思ったりするよ。どうなんだろうな。まあ、ボーナスも振ったし始めていくか。最初はどうだったか忘れてるから楽しみだよ。こういう設定もあるのな。BGM と効果音は少し下げておくよ。そうなるとここから BGM が下がる。後で少し上げておくよ。じゃあ、始まります。昔だからなのか秀吉感は全然ないな。古い作品だから仕方ないね。うん、話を聞こうと思ってゆっくり進めすぎたな。まあ、最初だからこんな感じでいいと勝手に思っているよ。ねね様も普通な感じ。確か4の発売が2000年より前だったはずだから。軽く20年以上前か。今みたいに絵が綺麗じゃないし、いろいろ美形化してない時代だからさ。そういえば、昔は武将の区別つきづらかったもな。それでも横山三国志ほどじゃないから大丈夫だと思うけどね。趙雲とその色違いが相人だったりしたな。あの作品をプレイしてた時は趙雲が優秀な武将だとは思ってなかったよ。実際知ると優秀すぎてヤバい武将だったという。で、話は進み池田恒興に呼び出された。昔の美形化進む前で区別には苦労したんだと思うよ。今の久し共感はないもんな。懐かしく思うところはかなり少しあるけどね。で、なぜか池田恒興に桶狭間の活躍を褒められてる。秀吉の若い頃はよく知らないけど、池田恒興の下にいたのかな。そうだとしたらこの流れはわかるな。なんで恒興から言われるの？やっぱり池田恒興の与力扱いなのかな。
それか信長様の取り次ぎ役なのか。いろんな可能性があるけど、今は気にしないでおこうか。だなぁ、とにかく藤吉郎が足軽組頭になったのだけはわかった。足軽組頭レベルで出られる料亭とは。教えてくれるあたり優しいよね。ここあたりは日本さんのいいところ。料亭はないのが普通だからね。あってもわからないとかな。そう考えると丁寧だよな。長ったらしいという意見もあるかもだけどね。それはゲーム内容を知っていればな。思い出してる身とすればありがたいから、素直に感謝しておこうか。それがいい。で、とにかく料亭に出て指名聞いて達成すれば勲功もらえると。勲功を貯めて出世していくという感じかな。早く一条の主にならねばな。奇数月にあるのは覚えておかねば。そうだね、多分でないと怒られるはずだから。みたいだな。でもさ、怒られるくらいで済めばいいよな。殺されてもおかしくないかもね。うん、年家だ。あれだね、太閤立志伝の武将で名前当てクイズしたら面白いかもね。当てられる自信が全くない。見慣れればそれなりになるかもだけどね。なんかもらった。前田利家カードだと。ここからカードバトルものになるのかな。前田利家を出陣させ攻撃表示。槍のまた座の効果で槍兵の能力向上。とか。そんな感じにならないとは思うけどね。とにかく、主人公カードを手に入れられれば最初に選べる武将が増えるみたい。あれ？こんなだったかな。主人公カード自体記憶にないんだけど。まさか、プレイ経験があるのは5の方だった。最新作やってたら間違いなくその可能性が高いけどな。ってことは、むしろ4が初見プレイになってしまったのか。まあ、5を新鮮な気持ちでプレイするための4プレイだからな。そうか、4をプレイしたことがあるなしは関係ないね。そういうことだな。やっぱり前田利家を選択できるようになるみたいだな。詳しい説明だ。ありがたいね。ここでいきなり出てくる備え大将。自宅までの帰り道を案内してくれるとか。丁寧な設計だね。帰宅以外にいろいろ札があると。内容も詳しく説明してくれてるね。そんなことまで説明してくれるの。至れり尽くせりだね。そんなにいっぱいあるの。説明だけで終わりそうだけど、そんなのを求められていない気がするんだよね。用務たちには必要でも延々と無駄話と場内の説明聞かせても仕方ないよな。そうだよね、何もしないままかなりの時間経っちゃってるし。説明してくれてるところ悪いけど大幅にカットだ。まずは道場に行って説明を聞き。どうやら剣術指示とブブの鑑定をしてもらえるみたいだよ。お前ごときもブニブブの鑑定ができるとはな。道場を出たら、また利家に会った。ストーカーか何かかな。で、合戦のことを教えてくれるようで。行ってみたら備え大将が出てきて説明してくれた。あれ？利家は？一通りレンページュの話を聞いたら、出てきた。レンページュと合戦の説明は別なのね。みたいだな。ざっくり聞いたけど、ここあたりはあんまり丁寧じゃなくてよくわからなかった。丁寧とそうじゃない境目が難しいね。次は武家宅へ。仲いい人の方がいいよね。一応みんな面識はあるな。もう前田刑事がいるの。そんなもんなのかな。全部で20人か。じゃあ、米五郎座でいいか。だなぁ、優しそうだし。わからん。おお、米五郎座は確実に偉い人なのに説明してくれるとは。ここは一番最初に行った武将の家で教えてもらえるのかもね。勝家とか選べばよかったか。ざっくり言ったけど、全部聞き終えたから帰宅する。忍者が表情あるって教えてくれた。忍者の使い方としてはダメな部類じゃない。伝令係じゃないからな。家での過ごし方も忘れるほどの何かがあったのか。説明だけどここあたりはなんともな感じだね。寝るための家だな。ねねさんはいつ頃お嫁さんに来てくれるのかな。表情が始まるから出かけたら、道場の批判に捕まった。今忙しいんだけど。不安どころか藤吉郎は一対一する武将じゃないだろう。うん、指南してくれるのは知ってるけどな。今から。いや、表情が。行くんかい。信長様に怒られても知らないからな。まあ、ここあたりは長かったから。剣術批判に絡まれたけどようやくしろ。
表情はこんな感じなんだね。みんな発言するのかな。つねちゃまは優しいな。まあ、剣術批判に絡まれたりはしたけどな。先生が来るのを待つ教室的な感じだな。うるさくしてたら怒られるからね。相変わらずの勝家さん。見ただけではわからないけどね。こんな最初から仲悪いの。目の敵にされてるな。表情でどう恥をかくんだろう。というか、無礼も何も隠したなんだから黙ってろ。まさに。相手にしてもらえるだけ感謝しないとね。来たな。信長様。挨拶もなしにいきなり本題だね。これから身の攻めが始まるわけか。人情で許せないと言われると何とも言えない気持ちになる。そこは黙っておこうよ。元康とは同盟結ぶんだけどどうなんだろ。なんか色良い返事が返ってきたみたい。なんというか色々置き去りだね。どんどん話が進むよな。表情の場に姫が出てくるとか。あえて呼んだのかも。まあ、この後信長様の命で切腹するけどな。徳姫の残念があったっていうのもあるけどね。優秀な息子は殺せ説もな。元康改名前に息子の名前が今ここで決まった。そういう説明で終わるのか。で、ついに表情が始まる。大方針は天下統一以外あるのかな。望みが低い大名は地域制圧とかあるのかも。意見はないけど意見してみた。連打していたとは言えないね。何も言わなかったら怒られるかな。でも、意見できることなんてないんだけどね。許してもらえた。この人は信長様なのかな。え、ここに指示が出るの。そこからは何もなかった。今思うと購入でもよかったけど。ビビって狩猟にしておいた。最初にいきなり購入はねえ。指示として狩猟来た。狩猟してお金もらえるならいいかもね。なんでかさっささんにライバル視されてるし。格的に全然上だと思うんだけど。で、何を狩猟するの？誰かに聞いておく。誰にだよ。と思ったら通りすがりの僧侶が。優しい世界だな。みんな頼めば教えてくれるからね。まあ、カットだけどな。手っ取り早く剣術でも狩猟しておくよ。この時清洲城からの出方知らなかっただけなんだけどな。お金取るのかよ。仕方ない、ただでは教えてくれないでしょ。さあ、師範ごときぶちのめしてやる。数字少な。あれ、最高級だよね。特殊なのも弱いし。で、通常攻撃より強いコンボがあるから。勝つためには狙っていかないとね。嵐とか簡単そうに見えるけどな。さすがにそれは、ナムさんか地獄あたりでしょ。勝てるわけないと思うけど。倍近い差がついてるし。これは勝ち目あるのかな。特殊カードを捨てるのもありかもな。これで挑んでみるか。防御だから無条件でこっちが攻撃だ。え、切り返し。ひどくない。ボロ負けしそうなところで。ついにナムさんが来たね。起死回生のナムさんだ。これは勝ったな。と言っても半分までか。今度はナムさんより強力な地獄が来た。あれ？嵐だと。負けた。なんというひどい負け方。というわけで、この後2回負けて結局狩猟は失敗した。いいところであんなコンボ出されたらねー。剣術指南に心が折れて失敗報告兵。さすがに3連敗したらねー。藤吉郎は剣術はダメだという結論でー。他ので勝負しよう。優しい信長様。何事？都合よくねねが襲われてた。見てからの賊だ。退治するだけの力はないんだけど。まあ、その評価は間違えてない。
ここは言葉でねじ伏せるのが一番だろうね。力はまず無理だからな。あ、知りませんか。有名なんですよ。ダメなようだね。やるしかないのかよ。剣術はもう心が折れてるんだけど。武力51。これは勝てる。市販が70だったからね。欲しいってなんだろ。毎ターン体力が回復するようだね。最初に使うべきカードだな。いきなりいいのを出してきたね。族のくせにやるな。適当に選んだら癒しだった。適当の勝利だね。でも、まだ全然なんだけどな。もう面倒だからゴリ押しで行くよ。今見ると765で何かあった気もしなくない。勝てると思ったら地獄だった。大したことないからいいけどさ。相変わらず良いんだか悪いんだかわからないカードばかり。やけに時間がかかるけど。ここで地獄が揃ったよ。やるしかないな。欲しいが消された。体力回復程度だから問題なしだよ。地獄を食らえ。一気に削ったけど、カードが一気に弱くなったよ。決定打を書き泥仕合になりかけたところでナムさんが来たね。これで決まるか。あ、嵐だと。そう簡単に出ないコンボじゃないの。まあダメージ少ないからいいけどさ。今度こそこの地獄で。決まったな。数字の連続で何かあると思ってしまった私がいたよ。6残るのかよ。通常攻撃でいけるでしょ。いけなかったけど、またナムさんが来たから。また嵐。なんでこっちのコンボに被せてくるの。無駄に長引くなぁ。もうゴリ押しで行こう。ギリギリ勝った。この程度の敵に苦戦するなんて。一騎打ちは鬼門かもな。いい感じの捨て台詞だな。命取っちゃってもいいと思うけどね。いたのかよ。助けてほしいよね。今来たところとか言って隠れてたんだろう。そういうことしそうだよね。空気が読めると CA さんか。え、なに、こんなところで。今する話。いきなりすぎるね。もう少しこう、話の持っていき方がさ。頬を詰める的なやつな。なんというベタなことを。終言あげる前に報告に行かないとな。うん、そこは重要だね。で、キヨスの町に飛んできた。お母ちゃん。お母さんな感じがするね。今思えば格差婚か。執事はそうかもだけど、今は武士だからいいのかも。優秀な子一郎。これは優秀そうな顔をしているね。後の活躍が期待できるな。期待してろよ。ここで一旦帰るのね。いきなり説明係の町民男が来た。一応聞いておこうか。丸とか罰とか言うな。メタなことを言うから困るよね。もう少しゲームの中の登場人物ということだな。そう考えると、こんなに丁寧に説明してくれる町民なんていないだろうけどね。まあ、そこあたりは仕方ない感だな。というか、町民風情がなんでこんなに詳しいんだか。あれだね、レベル100の町民かもしれないから。と、町の機能を聞いたところで長くなったから今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。